や、今日はいい天気ですよ。日差したっぷりなだけでなく、風も穏やかなんです。そして空気も乾燥しているということで、絶好の洗濯日和でもあるんですよね。いやいや、いいですね。これは桜の木ではないんですけれども、ちょうど標本木のある靖国神社の桜はですね、三分咲きということで、八分になると満開なんですよね。もうこの週末、満開になっちゃうんじゃないのと思いきやですね、一度ですね、雨が降る時間帯があるんですよね。荒れた天気に関東地方もなると思います。関東地方はまあ土曜日の午後夕方くらいかなと思っているんですけれども、せっかく土日休みなのに、お散歩でお花見しようと思ってたのに行けないじゃん、っていう方におすすめの二の腕のストレッチがあるんですよね。なんだよ、せっかくの休みだったのに、もうやだ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 、これじゃストレッチにならないですからね。やだやだやだ、はい、やだやだやだ。皆さん、今年に入って何回腕真上に上げましたかって。普段の生活でですね、真上に腕を上げることってほとんどないんですよね、日常生活で。だったら上げましょうよ。やだやだやだ、はい、やだやだやだ、はい、やだやだやだ。しっかりと上げることによって二の腕にも効きますし、肩も動くでしょ。やだやだやだ、ほら動いてるの分かるから、やだ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 、ほら、だんだんもう雨なんてどうでもよくなってきますよ。いや、でも雨風強まる時間帯があるということで、今日の日差し有効活用してください。そして家でね、雨宿りしているとき、お家でゆっくりしているとき、ストレッチして週末過ごしましょう。今週もお疲れ様でした。やだ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 よ。やだよ。